はい、皆さんこんこにちは、えー、今年は、えー、日本人の兄弟姉妹の、えー、尊い献金を通して34人の子どもたち、タンザニアにいる子どもたちを、えー、1年間の学費と、えー、保険料もサポートすることができて、感謝ですね今日はガクさん、ちょっと久しぶりであの、はい、その話をまた紹介したいと思います。 さん元気ですかはい、元気にやってます。今、どこですか日本,日本ですね。はい、今、奈良県の生駒の、はい、あ関西聖書学院で、えーはい、聖書勉強してます。はい、素晴らしい。あの、日本に体が日本にいるけど、心はどこですか <laughs> 心はタンザニアですね。<laughs> まだタンザニアも大きくね。<laughs> はい、熱くね、そのことを話していただきたいと思います。なぜなら。はい やっぱり私たちねあの当たり前人生で、まあ、日本の生活であの当たり前と思うことは、ね、多くの世界中の人たちには、えー、本当にそれは特権とか特別、ねえー、多くの人はいやそれはめったにあないものと、えー、で私たちも去年もその話もしましたが、えー、普通はね日本では子どもたちみんな学校行くのは当然ですよね。 タンザニアはどうですか。タンザニアはそうではないですね。やっぱり貧しい家庭が学校に行けなくて、えー、子供が家の農家の手伝いをさせられていたりとか、うん、うん、あとは制服とかあーノートとかそういった学費とかなかなか払うの難しいという家庭も多くありますね。うん。うん、確かに。 えーまあ、それは数年前から私たちがあのその向こうの、えー、今、早速写真ちょっと、うんえー、アップしますが、えー、一番右にいるエリア,エリアス、うんえー、牧師奥さ,ん奥さん、これは奥さんじゃないけど、あの奥さんと家族で牧会をしながら、えー、地元の弟子訓練とか教会活動、プラス、うん、子どもたちの支援、その話、一言、うんえー、学さんが実際に3回ぐらい。<laughs> はい、はい、そうですねえっ、ー、と、まあ、この写真でいうと一番右がエリアスでその隣がレイチェルっていうあのエリアスの教会の信徒さんになるんですけど、えー、本当にそのエリアスの教会の特徴はその多くの教会員があの孤児の子供を引き取って育ててるっていうことです。 あの養子として受け入れて、うん、これ実の子じゃないんですけど育ててるんですね、うん、そしてレイチェルさんあの縫い物の,あの服を作る仕事をしてるんですけどやっぱりなかなか収入も厳しいと思うんですでいつも僕がタンザニアにいる時もあの本当に学費とか生活費で苦しいっていうようなあ連絡くれたこともありましたうんそんな中でもでも信仰を持ってえたくましくこうやって 児の子のたち育ててて一緒に暮らしてますね、うん、はい、えー、でレイチェル自身も、うん、えとご主人を失ったということですかあそうですねはい、はい、レイチェルさんももうご主人はいなくってやもめという形で一人で育ててますね、うんうん、はいで一応ねあの生活の基準をちょっと考えますと、うん、向こうの 例えばレイチェルがまあフルタイムで働くならえまあまあ普通の仕事をするなら1か月の収入とか生活費どんな感じですか大体すみません突然ですけどもう大体だとえまあ2万円とかなんじゃないかなと思います日本円でいうと。で日本円で3万円4万円もらっているともういい仕事をしてるっていうような。 います、まあ日本の10分の1という感じですね。うん、そ,うですそうですね。それをあ今からねまた皆さんに、えー、来年2024年の学費の、うんえー、お願いしたいと思います。うん、また続けてその34人の子どもたちをさ続けて日本の兄弟姉妹僕たちからサポートしたい。うん と思いますので、えー、それを覚えてください。1ヶ月の大体収入、出費は2万円ということで、学費がと保険料、まあ、その同じぐらい、1ヶ月分ぐらいの収入です。はい。なので、あのちょっと細かくまでですねあの、後ほどちょっと見てみますが、とりあえずその次の写真、ちょっと見てみましょうか。あ、それは 同じ家ですねあこれはレイチェルはいレイチェルの家の中ですね。でもう家はこの一部屋です。なので、えー、まあどうやって寝てるのって聞いたらもうレイチェルとこの男の子2人がですね本当に川の字になって3人並んで、えー、寝てるということでした。で、うん、まあ手前の方ご覧の通りもう服とか食器とかあカバンとかも見えると思いますけど全てが本当にこの部屋一つで。 三人で生活しているっていうような状況ですね。うん。で、この家族はどうなってでしょうか。はい、はい、えー。この赤いスカーフ巻いてる方もあのエリアスの教会の教会員さん、ママサラっていう、えーうん、ママになります。彼女も本当にたくましい信仰を持った方なんですけど、ママサラのあの実の子供は一番左に写っているサラっていう子供です。花柄の、うん シャツを着たで、うん、えっとまあ一番ちっちゃい子一番手前の子はこの子ちょっと近所の子なので <laughs> あ,のあれなんですけど <laughs> 他の3人のあの中ぐらいの女の子ですね彼女たちもまた養子として、えー、このママサラが引き取ってあ育ててます。ママサラもまたあのご主人いなくってやもめという形で一、うん、人で、えー、育ててますね。うん ですねでこれもママサラの家ですか、うん、そうです。はい。これ外から見た形なんですけどママサラの家で本当にこの建物一つです。もう日本だったら物置みたいな広さかもしれません。ちょっと言い方あれですけど、うん、その中にあのママサラと4人の子ども5人がですね寝てるんですね同じ部屋に。はい、うん、はい。 ありがとうございます今からちょっとまあその学費のアピールなんですがもちろんね、うん、あのニーズはもういくら探ってももう本当に終わりがないような状況ですよね、うん、そして私たち日本にいる兄弟姉妹も、はいえー、どうやって実はねた学さんとね、うん、たくさん話し合って祈り合ってて、うん、このあの向こうの人たちと どのように手伝う,手伝うことができるかとずっと祈りながら、うんえー、やってますがあのやはりある程度ですね、うん、先ほど説明したように彼らがもし、えー、私たちのサポートがなければ多分学校行かない、うん、もう家でちょっと仕事をするとか、うん、まあできないことはないけどでもせっかくのチャンスなので本当に学校に行って学ぶこととか将来にまあ結ぶ、うん もつながるような道が開かれるではないかとちょっと、うんえー、感じますのでまあ小さいことだけどこちらからのそのサポートで、えー、続けていきたいと思いますでその中でやっぱり今ガクさんが実際に会いに行ってるエリアスさんとは、えー、僕たちもここ10年以上ですねつながってるところで、えー、ねまたガクさんが2000 二十一年ね初めて行ってくるとですね,ですね、はい、オリンピックのすぐ後ですね <laughs> はい、えー、もう本当に感謝ですねさんありがとう実際に行ってくれて、うんうん、いつか 小さいに行きたいけど <laughs>。そうですね。ぜひそれで本当に喜んでます。ミッションツアー行きましょうよ。ね行きましょう行きましょう。あのー、でもね実際にねある大きな団体にまあ寄付するのも、うん、あその形もあるんですよね。それはもちろん悪くはないけど、うん、今回ねそうではなくもう本当に直接エリヤスさんに渡して彼があのいろいろですねまず制服とか文具とかを買って、うん 渡すで早速ですね、うん、去年は去年じゃないね今年の1月ね渡したら彼がもう買いに行ってこのように子どもたちの写真撮って撮って送ってくれたんですね子どもたちが制服を着てまた教,教科書とかノートとかこのように、うん、はいしてるまあこのように文具とかを用意してくれて。 これはね、小さい子供の方だけど、他の大きい子も、と、この2人も多分サポートいただいた子供。で、高校生かな。まあ、合計多分5歳から18歳の間ですね。34人のサポートしますので。はい。ぜひ皆さん、あの、今から、いつですか。1月の上旬までに送りたいので、 合計で実は <laughs> あのもういろいろな両替の違いとか値上がりのことによってちょっと以前よりは高くな,りなってますが一応子ども1人につき2万円ぐらい予算を考えて募金してますがでもそのオーバーになってもそれを全部全額送ってえもっとその子どもたちとかあその里親 をサポートすることができることを考えてます。うんえー、祈ってます。もう本当に、えー、喜んで皆さんと一緒に協力していきたいと思います。カクさん何か一言ありますか。ああそうですね。えー、本当にまあエリオスも言ってましたけど本当に一年前その学費支援とても喜んでいてあの子供たちも本当に助かったことと思います。そしてお母さんたちも。 あのやもめの人だったりその孤児を引き取ってる人たちですねその子どもの学費とあとは健康保険結構タンザニアはその健康保険、うん、お金がなくて入らなかったらもう本当に病気になった時に病院に行くお金がなくてそれでまあ中傷に至ったり亡くなってしまったりとかっていうことも本当にあるんですね。なののでその学費とと、うん、医療っていうところが あー1年前与えられて本当にあの育てている方々も安心したことと思います。もう本当に今年も、はい、あの皆さんと協力して何か私たちできるサポートできればなと思っています。う、はいいつものようにここでは えー、経済的なその献金すること、強制的には絶対はしないし、うん、皆さんあの、もちろん、ニーズがたくさんあります。自分の目の前にあるニーズ、世界の反対側にあるニーズもたくさんある。うんえー、なので、精霊様に聞いて、捧げましょう、続けて、捧げましょう、本当に捧げる喜びもあります。えー、なので、私たちもあのエリアスさんと話し相談して、 出る中であの私たちはこのお金がないのでもう本当に一緒に信じていきましょう。うん、あの合計多分6070万ぐらいの予算に、えー、目標を持ってますが、うん、あこれは本当に神様の、えー、見て以外はあのできないので、うん、はい皆さん精霊様のうねがしによって捧げてくださいあ。捧げることを感じない人。 あなたも祝福されます。神様によって、えー、捧げるべきところに、もう本当に、えー、心尽くして捧げてください。あのよかったらあの、ガクさん、最後に一言っを祈ってくださいますかあ、はい、じゃあ、お願いします。愛する天皇と様あ、感謝します。あなたが愛されているタンザニア・ムアンザの子どもたち、そして、えー、教会の人たち、エリアスたち、えー、本当に感謝いたします。 あなたた。がこれままで守り、導いいてくださいましたそして、えー、1年前も2年前も私たち日本から遠いところですけど本当に愛を持って、えー、祈ってそして献金を捧げて、えー、子どもたち学校に行ったり医療を受けることができました保険を受けることができました、うん、ありがとうございます。 神様本当に私たち一人一人は小さなものですけどあなたがなさること本当に私たちにできないことをなさりますから私たちあなたに信頼いたします神様どうかそのあなたの愛するタンザニアの子どもたちそして教会員たちが本当に笑顔で安心して暮らせるように私たちにできることどうかお示しください,い,い、ね、そして私たちの祈りが聞かれあなたの天の豊かな蔵からその富から あ,あなたの恵みがそのタンザニアの人たちに注がれることをどうか信じますどうか私たち、えー、本当に心一つにして、えー、天理の御国を拡大していくことができるようにどうか助けてくださいすべ、えー、てのことをお委ねしてイエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメンアーメンお客さんありがとうございますありがとうございますはい皆さんお祝福します、はい お願いしますはい。